こんばんは、山城と申しますというほどの、もうやり方もやらないけどね。多分昨日の動画でね、100倍速になってね、スーッとフェードアウトしてね、多分動画はね、あそこの友のでしたっけ、友のじゃない、なんでしたっけ、南城か、南城のところでね、多分ダーって終わってると思いますけど、今ここはね、いぶきサービスエリアに来てます。実はね、100倍速の間で一回ここで休憩取ってるんですよね。で、ここにあれなんですね、レストラン松屋になってたんですね。で、なんかここの松屋よくわからないんだけど、ラーメンが売ってたんですよ。うん。まあ普通の松屋か、ふんふんふんと思って見てたんやけど、メニュー表見てたらなぜかね、うどんそばラーメンがあってね、うどんそばでラーメンってことなんでね、気になったんや、食ってきました。写真ね、どんとどんしときますけどね。普通のラーメンもあるみたいなんですけど、これは肉ラーメンって言って、要は牛丼の牛肉がどさっとラーメンの上に乗ってて、で、ネギがバラバラって振ってあるっていう感じですね。という感じなんでね。漢字で言うとね、どんな感じになるのかなっていうのはね、ちょっとさすがに気になったんでね。まあだって普通、豚肉じゃないですか、チャーシューって。だから、これが果たして、どうなんだろうと思った、食べてみたんですけどね。まあ、結論からいくと、結構ありな感じでしたね。あのね、多分、うどんだったら、かすうどんみたいな感じになるのかなっていうところなんですけど、まあ、オーソドックスな、醤油味の、ベースだったんで。で、松屋の牛丼って、どっちかっていうと、そこんなに癖が強くないじゃないですか。なんていうの、私の感覚的には、吉野家が、まあ、真ん中にいるとしたら、ちょっと味濃いめ強めに作るのが、すき家。すき家が濃いめ強めで、ちょっと、濃くはないけど、ちょっと強めな感じなのが中尾。で、ミドルレンジが吉野家で、どっちかっていうと味付けは薄めな感じで作ってくるのが松屋だと思ってるんですよ。で、私は一番好きなのは実は中尾で、次に好きなのが、松屋なんですけどね。正確に言うと、まあ、ほぼほぼこの二つばっか食ってますね。ということで。まあまあ、最近は何やかや、撮るのにね、夜中に、こっちの中尾が夜中やってないんでね、その兼ね合いとかでね、で、松屋もね、ネット注文がね、夜中にできなくなっちゃったんですよね。その兼ね合いでね、どうしても、パッと、途中で買っていける、スキヤでね、メニューのね、カレーライマーって、山田もぐもぐのね、相性がいいもんでね、結構、最近は結構食べてますけど、まあ、正直、味は、牛丼の味自体はもう松屋の方のが全然好きなんですよ。うん。その、松屋はあれなんですかね。で、なんか好きなベクトルが違う感じですけどね。中尾はしっかりとしたその味付けが好みの味っていう感じで、松屋さんの場合は、シンプル、すごくね、そこまでガツンと来ない感じのやつが、結構毎日食べても飽きないよねっていう感じで。まあ、初めて食べてるのが松屋さんっていうのもあると思いますけどね。だから松屋さんの場合はそこにね、ちょっとね、たまにね、バーベキュータレとかかけたりとかしてね、楽しむっていうのもね、これまた楽しい。で、ネギ玉のやつとかとの相性も、濃い味のところに濃いネギ玉のタレがね、かかるよりは、そこのところがね、もともとベースがね、他のやつとの相性がいい感じでね、実は松屋さんで作ってあるんだよ。意外と、だからカスタマイズして食べる。知ってる人だと、フレンチドレッシングをパッとかけて食べるとかっていう人もいますね。とかっていうのがあったりするんで、そういうようなね、楽しみようがあったりするという中で行くとね、このラーメンとの相性というのも多分その他の他社と比べると一番相性が良かったっていうのがあると思いますね。
うん、なのでね、結構ね、すっときました。まあ、多分ね、食べるときの懸念点としては、時間はかけない方がいいのかなって感じですね。あんまりゆっくり食べると、まあ、ラーメン全体がそうなんですけど、特に、松屋さんのラーメンね、結構細麺なんで、比較的タイムアタック系のラーメンではあります。ですのでね、そこのところは、まあまあ、牛丼食べる人はね、食べに来る人はね、全般的にね、そんなゆっくり食べるっていうよりはね、ガツガツと食べるのが男飯っていうところがありますから、そういうところに行くとね、多少その手の相性ともいいとは思いますけど、うん。一応そんな感じでしたね。美味しかったですね。うん。値段は790円。肉ラーメン790円なんで、あ、普通に、ありだと思います。で、肉がどんどん乗ってるんでね。うん。だから、まあ、ね、一般的なチャーシュー麺と同じぐらいの肉の量がね、牛肉でね、どんと乗っていて、790円だから、全然ごめん、ありだ。まあ、なかなか、ラーメン用の麺類のね、オペレーションとか入れないといけないですし、あと、多分、蕎麦と揺れてるのは一緒の釜になると思うんで、そこのところはね、あれ的に持ちの方はね、ちょっとそのあたりはね、注意いただいた方がいいのかな。まあ、そのあたりは多分、食べるところにね、さすがにホテルね、松屋さんなんでね、いろいろと、案内でちゃんと書いてあると、思いますんでね、そのあたりをチェックしていただければと思います。ということでね、私はここからですね、翼を授かって、なんとか帰りたいと思います。マックスのね、2022年のね、ワールドチャンピオンの時のやつですね。よし。じゃあ、ここで飲んで、私は頑張って。まあ、この翼で鈴鹿まで行けるでしょ、鈴鹿まで行ける翼ですから。うん。なんだ、鈴鹿で羽ばたいた翼ですからね。行けるって。行けるって。四日市までなら行けるって。頑張るわ。頑張ります。